皆様こんにちは。今日はこちらのリースのご紹介です。ホワイトのパンプキンが入っていて、ハロウィンにもぴったりなリースになりますけれども、ベルが入ってるんですよね。ドアリースにも最適なこちらの秋のリースをご紹介させていただきます。それではよろしくお願いいたします。材料はこちらになります。ピック類が割と多いかと思うんですけれども、メインになってきますのがこちらのかぼちゃのピックのミックスピックですね。ホワイトのかぼちゃが入っていて、煮物が入っているようなイメージのものになるんですけれども、ハロウィンにもいい感じですよね。いつものこうオレンジとか赤ではなくて、少しこう女性的なといいますか、可愛らしい優しい雰囲気になるかと思うんですけれども、ちょっといつものパターンとは違う表現をしてみたいなっていう方にはおすすめですね。そしてこうハロウィン過ぎないっていうんですかね、少し時期がずれて前後にずれたとしてもそんなに気にならないといいますか、オールシーズン飾れるようなイメージとしても使えるアイテムかなと思いますけれども、いろんなものが入ってますので使いやすいピックになってますね。あとはグラスピックですね。プラスチックの素材の3本束になりますけれども、ナチュラルな感じがよく出てますね。みんなプラスチックなのでパラパラとこぼれ落ちることがなくって、ただそれでもこう秋色といいますかニュアンスカラーにはなってますので、使いやすいこのベージュ系ブラウン系っていうんですかね、優しいイメージで使うことができます。今回はこちらでリースのような形で束にしていきますね。重ねて丸く掴んでいきます。もう一つグラスバンチになりますけれども、こちらは3分の1の1本を使用していきます。同じくプラスチックの成形になってますけれども、こちらもブラウン系なんですけれども、パラパラとこう落ちないっていうところがいいですね。で、2種類使うことによってボリューム感出てきますね。違う形状になりますので、それぞれ補ってくれるといいますか、ボリュームよく見せてくれるのが特徴的でいいですね。いろんな動画でご覧いただいているかと思うんですけれども、ソルガムですね、色違いになります。プラスチックの形になってまして、ロングステムになってますけれども、こちらワイヤーも入ってますのでカーブをつけやすいんですね。ですのでリースの土台になっていくようなイメージで今回は使っていきます。アクセントになってきます。こちらがヘリクリサムですね。こちらも通常だとドライタッチのイメージだと思うんですけれども、ナチュラル系のこうベージュ系に染められたイメージになりますけれども、こちらもカリカリした感じではなくて通常生地ですね、柔らかい生地になってますけれども、こちらをアクセントで入れていきます。今回はですね、こちらのようなベルを使っていきますけれども、クリスマスだったりだとか秋とか、まあ、通常の時でも使っていただきやすいようなアイテムにはなるかと思います。5つベルがついてますね。音が聞こえるかと思うんですけれども、とても柔らかい可愛らしい鈴の音ですね。ドアのところにつけていただいて、ドアリースとして楽しんでいただくのも一つだと思います。5つついてますので、バランスを取りながらですね、アクセントに入れていただいてもいいかもしれませんね。今回はここのフックの部分を利用してつけていきたいと思います。最後のあしらいにリボンを1メーターほど使っています。こちらは新商品になってまして、まあ、いろんな色がある中の今回はこちらのベージュ系クリーム系の色合いを使ってます。ベルベット生地になってますかね。片面ベルベット生地になってて、白は両面ではないのでまた違う素材になってますけれどもね。こちらを使用していきます。下準備しました形がこういった形になりますけれども、今回はこちらのソルガムをですね、少し丸くカーブをさせてみます。まっすぐだったところにワイヤーがしっかり入っているので、少しですねこういったような形でカーブをつけながら芯を作っていきます。次にこちらのグラスなんですけれども、カーブをつけながらこちらのソルガムに沿ってこのような形で
土台を作っていきます。少しボリューム感が出るかと思うんですけれども、向きをですねある程度整えながらこんな感じでカーブを作っていきます。まあ、形もですね馬蹄形にしたりだとか丸クリスにしたりとか、その時々によって変えていただいてもいいんですけれどもね。でメインになってきますのがこちらのかぼちゃの入ったピンクですね。まあ、ミックスになってますのでバラバラにしていただいてもいいんですけれども、今回はこのままの状態で少し角度を変えながらですね、向きを少し変えながら、ここの持ち手の部分もですね少しカーブをつけてこちらのような感じで取り付けていきたいと思います。イメージ的な感じだとこういう形になっていきますので、ある程度バランスが決まりましたら先に取り付けをしていきます。先ほどカーブをつけたこちらのグラスはですね少し横に避けておいていただいて、ソルガムとピックをですね沿わせながら24番のワイヤーで固定をしていきます。2箇所ぐらい止められるとしっかり固定ができるかなと思います。今1箇所止めましたけれども、もう1箇所ですね少しずらしながら固定をしていきます。こんな具合に取り付けをしていきますね。あとは残り、先ほどカーブをつけましたこちらのグラススプレーですね、3箇所丸くなるような形で留めていきます。大きさはその時に決めるんですけれども、馬蹄形にしたい方はこのままの状態でこれぐらいのニュアンスで足元を少し開けた状態で、今回はここで真ん中に引っ掛けがきますので少し開けながらですね固定をしていきます。3個一気に留めれる方は留めていただいて、難しい方は1個ずつ留めていただければと思います。プラスせながら固定をしていきます。
裏側返した時にある程度揃っているような形で丸くリースにして背中を沿わせていきます。で、色味とあまり揃ってない時にはカットしていただいて、ワイヤーをきれいにですね見えるような形で合わせて、必要ないところはカットしていただいても構いませんね。今回はある程度土台がしっかりいるような形でセムを残しておきましたけれども、こんな感じで揃えてみました。こちら今バテー形の形になってますけれども、丸くしたい方はこことここの部分をですね合わせて固定をしていきます。ふんわりと分量が揃うと本当は綺麗ですよね。ちょっと今回見本とは違うんですけれども、バテー形のような形でやっていきたいと思います。ある程度形が整いましたら、最後にこちらのベルの取り付けをしていきます。ベルは5つついてますけれども、真ん中の部分にですねこのような形で引っ掛け部分がですね上になるような形で取り付けをしていきます。安定感がいいところを探しながらですねバランスを決めて、でそこでこの結び目の部分が固定されるような形でワイヤーで縛っていきます。同じく24本を2本にしていきます。このような形で結んでいきますね。こちらでベルが5つ並んだところになるんですけれども、少しベルの重さが気になるな、バランスが気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、時々ですねこの横に絡ませてあげたり固定させたりだとか、少し間引きながらバランスを考えて付け直してあげるのもいいかもしれません。今回はこのような形で真ん中にしておきますけれども、最後にこちらのベルベットリボンをあしらっていきます。約1メーターになりますけれども、片面ベルベットの感じですね、イメージになってましてクリーム色になりますけれども、優しいかぼちゃの色に合わせたような形になります。少し左右をずらして、簡単に蝶々結びしてあげてもいいんですけれどもね、こういうような形でリボンにして、真ん中の部分をですねワイヤーでくるっとねじって、このような形でリボンにしていきます。で、真ん中部分に少しあしらっていきますね。少しリボンを横にあしらって、こちらで完成になります。2種類のリースのご紹介はさせていただきましたが、その時々の大きさだったりだとか、あとそのお好みのバランスでですね作り変えていただいてもいいかなと思います。今回は秋の新商品のご紹介のリースです。今日もお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。